也です。本当にものすごくお久しぶりの、マインクラフトなんですけれども、今日は、タイトルにも、おそらく書いていると思うのですが、お知らせ動画となります。で、まず最初に、言ってしまうと、今回で一応マインクラフトの、ささやき声実況っていうのは、最後になります。で、ずっと、またやりますと言っていたんですが、で、まあ、これはもう完全に言い訳になってしまうんですけれども、本当にやるつもりではいたんですが、知ってる方は知ってると思うんですが、僕は、このゲームですごく 3D 酔いになるんですね。で、結構始めた時は大丈夫だったりしたんですけど、なんか途中からすごく酔うようになってしまって、で、ちょっとそのあたりから更新が、あまりできなくなってっていうのが、続いていてですね。で、やっぱり、楽しみにしてくれている方もいらっしゃいますし、僕自身もやりたいなと思っていたので、ずっと、やりますと言っていたんですが、なかなかその目処が立たないので、そのね、やると言いながらやらないっていうのが、僕的には一番ダメなことかなと思いまして、一旦ここで、マインクラフトの実況は、終わりにさせていただきたいと思います。本当に楽しみにしていてくれた方には申し訳ないという気持ちです。すみません。で、何回かこのやってなかった間にもやってみようと思ってマインクラフトをつけて動画の録画ボタンを押してっていうふうにいろいろやったりもしたんですが、すぐ酔ってしまったり、それで体調を崩してしまったりということもあったりする中で、本当に何て言うんですかね、そういう状況でもなんとか頑張って撮ったとしても、もう僕自身が全然ゲームを楽しめていないなというのが、何よりももうダメだなと思いまして、やっぱり楽しんでやるものだと思いますし、楽しんでこそ皆さんに見ていただいて、っていうんですかね、それでこそ意味があると思うんですね。僕がもう楽しんでもできないしっていう状況で作るものというのは、その到底ね、皆さんの癒しになったり楽しみになったりっていうことはないと思いますので、もうそれが今できない状況だというのはダメだなと本当に思って、でもそのやっぱり結構声をね、いただくので、やってくださいとか
ずるずるずっとやるやる詐欺になってる状態っていうのは本当に良くないなと思いまして、はい、終わりにしたいと思います。本当に申し訳ありません。ちょっとうまくなんというか どう伝えればいいのかあれなんですけれども、まあ、今後絶対やらないというわけではないですし、サブチャンネルの方とかではラジオをねやったりはしているんですけれども、この世界の中で、まあ、そういうふうにはやる可能性もありますし、もしかしたら本当にまた始めることもあるのかもしれないんですけれども、今のところはちょっとやっていける自信がないというか、まあ、そうですね、自信がないので終わりにさせていただきたいと思います。本当に楽しみにしていてくれた方、今までずっと見ていてくれた方、本当にありがとうございます。なんかこうなんて言うんでしょうかね、こう言うとすごく大げさなことみたいに思う方もいるかもしれませんし、正直どうね捉えられるかはね、皆さんがわからないんですけれども、僕的にはやっぱりそのずっと後ろめたさみたいなのが、あったので、ちゃんとその報告と、すみませんという気持ちをちゃんと言っとこうと思いまして、今動画を撮っています。はい、もうそれ、うん、そうですね、はい、っていう感じになります。本当に、ありがとうございました。動画はね、まあ、他のゲーム実況だったりはもちろんまたやっていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、達也でした。おやすみなさい。